おはようございます、りちゃのすけです。ということで本日も始まりました、第2回ゴリ店長とりちゃのすけの今日もゴチになります。ということで、はい、本日4月3日、またまたおなじみの貴重な神戸中央スロット館さんにお邪魔しております。ね、皆さん、前回の動画見ていただけましたでしょうか？見事に華麗なる立ち回りでプラスに持っていき、極上ヘッドスパを味わったわけでありますが、まあ、本日も素敵なご褒美をかけて、ゴリ店長と勝負をしていこうかなと思います。まあ、まずおなじみの軍資金の発表なんですけど、まずツイートのリツイートといいねがまず122リツイート、そしていいねが541いいねとなっております。で、今回は前回の動画の YouTube の視聴数も加えられるということで、こちら YouTube の視聴回数が今のところ3310回視聴となっておりますので、こちら3つをトータルしまして、ドゥルル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 、2920円分の軍資金をいただけます。まあ、繰り上げて2万1000円ですね。前回の数よりはちょっと少ないんですけど、私にはあるんですよこいつが得意のこいつがあるんですよ。で、今回はちょっとこちらにねサインと番組名も入れさせてもらったんで、この子もやる気十分ということで、位置だけは絶対出さないよっていうことで、ここにちょっとドカンと書かせていただきました。それでは本日は朝から来ていただいております、ガリ店長。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日の、勝利ご褒美は、お、いきなり、いきなり、いつでいいんですか？お願いします。そっちの方がやる気出るんで。ですね、今日のご褒美は、唐揚げの美味しい餃子屋さん、ただしさんの唐揚げと餃子をちょっと用意させていただきます。びっくり。いや、ほんまに好きなんです。唐揚げめっちゃ美味しい。そうなんです。はい、で、今日は食のご褒美という。食のご褒美ということで、カロリーをいっぱい取っていただきます。今日はじゃあカロリーパーティー目指して頑張ります。はい、頑張ります。じゃあゴリ店長にちょっとパワー注入してもらったんで、いけ、お願い、イーチ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 、やったやったやった4、これもう最高。ということは2万1000円かける4で8万4000円。とりあえずまあ朝一番まあ、展開見ながら、はい、ご褒美を目指して、はい、頑張ります。それでは実践、レッツゴー。ゴチです。サイコロ用意されてるんやけど、うん、もうその栗が栗がすごい。おはようございます。あ、ちょっともう、待って、もうやだ。ありがとうございます。ちょっともう、やあんま良くない。6時1番おはようございます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。開いてる。朝一はね、シグナー2からスタートします。前回の傾向的に、別に機種問わず角台が結構強くって、それこそ吉宗とかサラバン2とか番長もかな、とりあえず角が結構出てたんで、あとは、まあ、絆2が大幅に設置場所が変わってる、レイアウトが変わってるっていうことから、まあ、番長も取れなかったんで、メイン、ね、番長のメイン通路取れなかったんでこっちに来ました。まあ、軍資金も8万2000円もあって、
まあ余裕のよっちゃんなんで、まあ立ち回れるし大丈夫でしょう。だからまあ6号機あんまり得意な景色がないんだけど、まあ、キズナ2はわりかし得意な方かなと。まあ私は座ってないけど番長とかは注目したいなって。ちなみにもうフォロワーさんは1名チャンスチェリー引かれてたんで、あったらいいねって。結構餃子にはうるさいから、いやほんまに大阪の国鉄の方、あれ豊中になるかな、池田になるのかな、あの空港の伊丹空港の近くにある角屋飯店っていうところの餃子がめっちゃ美味しい。その他のメニュー、餃子以外のメニューもめっちゃ美味しいから、ぜひ行ってほしい。結構人常にいっぱいな、ちょっとモードが悪そうやなって。朝一のテーブル悪いところ選ばれてると思って。よかったのゲームは、オーバーリアクションあっち向いてホイをやってもらおうかなと。名前はダサい長いなんか私前回のあのミニゲームのせいでめっちゃ運動神経悪いやつだと思われてるただ声を大にしていきたいのは、サイダーギャルなんです。でもあのせいでめちゃくちゃ運動神経悪いって間違えられてるんですけど、それを解きたい。その誤解を。まあ僕は前回に続きボコボコに浮気やろうと思います。いいです。じゃあ三本勝負。はい。最初はじゃんけんぽい。
あっち向いて、ほい。なかなか白熱してますね。めっちゃいい戦い。なかなかな。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい。最初はグッ、じゃんけんぽい。やったー。勝った。急に火もさしてきてめっちゃ熱い。やばいですね。太陽が。勝ったのにこんな負けたやつみたいな表情ある？ゴチです。とりあえず00のマサムレツリーに移動します。デフォルトです。緑、初期から緑はこれ、シャンスは出陣伝はスティーブとは裏モード解体でやん。Thank you.
Oh!
の支援を。いやいや、全部出てきた。私も戦う。でもまたこっちやと思うねん。左ファーストやと思う。次順押しで、順押しでいきます。ああ全然無理やわ。絶対中はもう絶対するくなはず。上等上等。988回でした。セリフを見よう。楽しみだ。そうやな。ゴッチでーす。はい、というわけで、まあ、わさむ時間も時間やし、あのままわさむで打つかもなっていう感じやから、まあ、マイジャク4に移動してきました。あの前回私がマイ4を打ったからなのか定かではないけど、今回マイ4のベースがかなり高いです。まあ、一応私が座った台はそこまで、まあ、いい感じじゃないけど、まあ、化け物ついてるし、ジャグラーのリサとか呼ばれてるんで、はい、そうですよ、ジャグラーのリサ子って呼ばれてるんです。ジャグリサ子嘘ばっか言うからくしゃみ出てしまった。まあ設定なくても引きゃいいですよ。ほい、早い。一角なんですけど、うれしい。はい、ほい、先ペタです。ゴッチでーす。わーい、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 わーい。ちょっと飽きる。もういつものテンションですよね。てなわけで、ちょっと実践終わったんで、もうこのテンションで皆さんお分かりですよね。今日もリチャロスキーが勝ちました。イエーイ。投資が850枚の回収が1391枚で541枚プラスです。ありがとうございます。もうなんかご褒美が待ってるって思うと勝てちゃうのかな悔しいです。買えなかったないやもうね、充満してるんですよ、匂いが。確かにいい匂いすごいいい匂いするんですよ、ね、すごっすごい。うわ、マジうまそう。うわ、最高。待って。ここは餃子のタレと味噌だれ、味噌だれが人気になります。あ、普通にも食べれるし、うん、味噌だれでも味わえるよっていう。やばいね。これはもう全然。はい。でもあとはもう。いただきます。やばい。そう。ボリュームすごい。すごいね。餃子専門店さんなんですけど、辛味はいいんじゃない。すごいんだけど。すごい。ジューシー。そう。ね。これはプリプリ。結構。いや、すごい脂が。ね。すごいわ。ま
マジうまそう、うん、結構これゴリさんも食べるんですか。僕は結構食べます。週1月に行かないと。これでだって言ったら今私1個食べたからこれで、うん、お得、これ安いよ、すごくない。お得やし、うまそうやし、あーすごい。これなんかキュウリもつけたら美味しそう。うん、美味しい。 え、 え、味噌あり、え、待って、なんか季節ごくないのよ。あのニラと白菜、うん、なんか野菜餃子って感じ、肉少なめの、でもちゃんと肉の旨味があるっていう。いや、めっちゃ好きなやつや。素晴らしい。すごい、食べやすいし、大きさもちょうどいい。何個ぐらいいける？うん、200個。嘘やん。うまっ。無理無理無理。だったんだ。いやでもこれもあれなんですよね。あのコロナ。そうです。あのコロナの仕事中でご紹介させていただいて。美味しかったー。てなわけで、ゴリ店長ごちそうさまでした。ありがとうございます。僕は食べる予定だったんですけどね。ね、もうちょっとでした、ね、いやいや、何をおっしゃいますやら、もう餃子と唐揚げっていうワードを聞いた時点で負けてたまるかと。まだ当時はメラメラ、もうよかった。でも本当に食べてめっちゃ美味しかったもん。もう2連勝ですね。2連勝ヘッドスパット、うん、また次もね、楽しみですね。そうですね、次は何なんやろう。赤はもう泣きそう。ちょっとお知らせゴリ店長の方から。いいですか、はい、この度私人事堂になりまして、神戸地方総とかが離れることになりましたので、次回より新しい店長、そこはもうちょっと今シークレットにしてますけど、から登場していただきますので、またよろしくお願いいたします。そんなあっさりな。そんなまだ、いや、まあ、次は、まあ、私本社の方に YouTube を作ったりとかっていう制作の方に専用サービスを、ね、ゴリちゃんっていろんな楽しみ、まあ、そうですね。もしかしたらカメラの反対側にこれ次よりかもしれない。そうだ、悲しみやろな。確かにね、結構それ知らない人多いでしょうね。そうですね、まだグループ内でも割とシークレットなので、はい、まあ、この動画が出るときにはちょっとそうですね、はい、動画出るときには発表されてる。次回はゴリ店長の分まで頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。バイバイ。